ランプ、マッチ。この辺りは迷いやすいから、私にしっかりついてきてね。よろしく頼むよ。朝廷任務に同行なんてめったにないからさ。今回はあなたたちが一緒で嬉しいよ。いつもは基本的に一人だったから。もう限界。ランプ大丈夫？歩くペース早かったかな。いえ、これは単に私の足が限界なだけで。そうそう、気にしなくていいよ。日頃の運動不足の問題だから。それにしても情けないな。まだ神殿を立って一日も経ってないのに。旅慣れてるからだもんよ。トンネル町と一緒にしないで。そう言い返す元気があるなら平気だね。カルダモン、どんどん先行っちゃっていいよ。あー、意地悪ランプとマッチって本当に仲がいいね。少し余裕を持って日程組んでるから、今日はゆっくり行こうか。すみません。紛争地域の調停任務なら早く着いた方がいいですよね。問題ないよ。アルシーブ様はランプの体力も分かった上で同行を命じてるはずだから。でもどうして私が一緒に任務に行くことになったんですか？ランプって聖典学以外の科目は課題が多いんでしょ？アルシーブ様はあなたに期待してるし、いろいろ経験させたいんじゃないかな。そのお気持ちに応えられるようになりたいです。いいね、その息で。こっちの段差上がってみようか。段差？これってもはや崖では。崖って、君の身長の半分もない高さじゃないか。ここを上がると近道になるんだよね。よいしょっと。こんなところに道が続いてるなんて、枝で隠れてるから気づかなかったよ。こういう知識を披露すると旅の先輩らしいでしょ。ランプ？ちょっと、さっきの元気はどこ行ったのさ。さっき意気込んだ時に使い果たしたかも。ランプはクリエメイトのことを考えたら力が出るんじゃない？確かに、クリエメイトの皆様の応援の声を妄想すれば。はぁー燃えてきた。今ならいけます。いいね、よし、その調子でジャンプ。えい、やー、トーン。まだまだ。声に元気はあっても全然飛び上がれてないね。じゃあ私が引き上げてあげるよ。大好きなクリエメイトでなくて悪いけど。はい、お手をどうぞ。そんな、カルダモンだって疲れてるでしょうに。私は普段から鍛えてるから平気。ほら、おいで。ありがとうございます。それじゃあ、せーの。はい、カルダモンのおかげで助かりました。やれやれ、うちのランプが手間かけてごめんよ。ランプは羽のように軽いから、これくらいどうってことないよ。この先は暗くなると危ないし、ちょっと早いけど今日は野営しようか。私は火を起こして食事を作るから、ランプとマッチは寝床の準備をお願い。わあ、手際がいい。さすがです
ね。カルダモンって味方だと本当に頼もしいです。だよね。ランプもそれなりに旅してたのに、この違いは一体。それはマッチだって同じでしょ。ほら、さっさとそっち片付けて。はいはい、人使いが荒いんだから。二人がいると本当に賑やかだな。普段は単独行動が多いから、こういう旅は新鮮だね。クリエメイトたちから教わった料理だけど、お口に合ったかな。はい、とても。おかげで体力が一気に回復しました。クリエメイトの料理だったのか。道理でちょっと変わってると思った。カルダモンもクリエメイトと結構交流してるよね。任務の合間に里に寄ることもあるから、顔見知りはまあまあできたかな。みんなと戦ってた頃を思うと、なんだか懐かしくなるよ。いろいろあったけど、今の神殿や里も面白いと思ってるよ。それは、あなたたちのおかげだね。ありがとう。私は何も。キララさんやクリエメイトの皆様のお力があったからこそですよ。ランプだってすごいよ。ランプがキララと出会わなければ、未来は違ってたかもしれない。それにランプは、アルシーブ様も認めるほど、聖典学に精通してる。ランプくらい聖典を読み込んでる人は、なかなかいないんじゃない？そんなに褒めていただけると、なんだか照れますね。たまに、読みながら不気味な笑い声を出してたりするけどね。マッチ、余計なこと言わない。私はただクリエメイトの皆様の物語が大好きなだけで。その大好きっていうのが大事なんだろうね。せっかくだし、ランプの目から見たクリエメイトの面白さを教えてよ。あ、いいんですか。君の視点は興味深い。前からきちんと聞いてみたいと思ってたんだ。ぜひ、ぜひぜひぜひ、たっぷりお話しさせていただきます。もう、今夜は寝かせませんよ。ああ、スイッチ入っちゃった。長くなるよ。そんな夜も悪くないかもね。まず、クリエメイトの皆様の魅力を語る際に欠かせないのは、やっと着いたね。この町が今回の目的地だよ。はあ、ようやくここまで来ましたか。旅って本当に過酷ですね。でもランプは初日に比べると随分たくましくなったよね。毎晩楽しくおしゃべりしてぐっすり寝て、体力回復はできてましたから。はあ、逆に僕は寝不足だよ。マッチってば、最初の方は私の体力のなさを笑ってたのに。毎晩毎晩ランプの長話にずっと付き合わされる身にもなってよ。カルダモンはよくあんなに長時間話を聞いてられるよね。ランプのクリエメイト語りは聞いてて楽しいからね。それに今日からしばらくはあまり平和な話ができないかもしれないし。いよいよ任務に挑むわけですからね。うん。事前調査の報告から考えると、ここはある武器商人が幅を利かせている。彼がこの地域の住民を二派に分断させて争いを煽っている可能性が高い。
どうしてそんなこと。儲かるために武器商人としては、争いは長引けば長引くほどいいんだ。早速情報収集と行きたいところだけど、まずは宿で一息つこう。はーい。じゃあ行くよ。住民を刺激しないように気をつけて。町の自警団か。あ、怪しいって僕たちが。安心してください、私たちは神殿から来た。だんだん人が集まってきたな。様子もおかしい。待って、私たちはあなたたちの争いを調停するために